はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダー兜シリーズ09、デラックスハイパーゼクターですね。光る鳴ということで、こちらはこの前お買い物動画で紹介しましたが、4000円ぐらいで買ってきました。状態はちょっと破けてる気づかなかった。まあ全然いいです、全然いいです。はい、定価は当時3000円ということで、対象年齢3歳以上ということで、3歳以上だったらもうこれで遊べるんだ、すごいな僕だったら多分6歳ぐらいじゃないと遊べないような気がしちゃいますけどね。そんなことないのかな。はい、ということでセット内容はハイパーゼクター本体、ジョイント、カード、取扱説明書1ということで、こちらにもう大体ね書いてありますね、説明が。それでは開けてみていきましょう。じゃんと、はい、中身はこのように入っております。説明書、おお、カードとはこれのことですね。はい、おお、なかなかいいんじゃないですか。ハイパーカブトですね、かっこいいです。そしてこちら、ここゼクトのマークっぽくなってますね、ちょっとね。はい、それではジョイントと本体取り出してみていきましょう。今日はですね、僕はデラックスのカブトゼクター持ってないので、まあコンセレのねカブトゼクターとこのベルトに登場してもらいましょう。では本体を見ていきます。じゃん、はい、こんな感じですね、裏面。はい、そしてカブトゼクターと比べるとほとんどあんま変わらないですね。ちょっとちっちゃいかなぐらい。それでは電池はこちら単42本入れていただいて、こちらですね、電源側面オン、はい、ここから鳴っております。今 LED はこちらの目の部分が光りましたね。もう一度見てみましょう、はい、両方緑で光ります。それでは変身してちょっとやってみますか。こっちか。出た。これあるあるなんですよね。これあるあるなんですよ。多分コンセレあるな、コンセレのモディフィケーションのこのカブトゼクターあるあるなのか、デラックスでもあるのか分かんないんですけども、でも多分この CSM だけだと思うんですよ。このゼクターがすごいパーツが重たくて、こっちに開くと、これはちゃんとキャストオフってなったんですけども、ちょっとなんか中のね振動が激しくて挿入された時って反応しちゃう場合があるんですよね。はい、ちょっとそれは変身シーン撮る時とかはすごい困ります。それではジョイントパーツ、これちょっとつけてみましょう。あ、でもちょっと危険危険、超絶危険な匂いがする。これここをネジで止まってるんですけども、柔らかい素材じゃないんですよね。やっぱこのディケイドのベルトみたいにこういうぐにょぐにょの柔らかい素材だと思ってたんですけども、結構硬いですね。ちゃんとしてます。これはちょっとつけれないな、怖いな、バキっていっちゃいそうですね。取り付け方はこうして、ダメ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 、ちょっと待ってここをね押しちゃうと鳴っちゃうので、ちょっと待ってって感じですね。こうです。はい、今カチッってなりました。ちょうど、あ、すごいですね、もう取れないです。取るときはこの上のボタンですね、ここです。ここを押しながら回すと取れる、すごいな。それではこれを倒して、もう音が全然違いますね。メカニック感がすごいいいです。ということで何回倒してもこの音声が今は鳴ります。それではここを押してみましょう。
ということでね、クロックオーバーしますと。それでは、ちょっと今もう一つの遊び方、ライダーキックを強化しようと。このハイパークロック状態でゼクターホームを倒すと最強必殺技チャージサンドが発動ということで、ライダーキックがチャージ強化されるみたいです。では行きます。こんな感じでいいのかな。ちょっとあんまり本編忘れちゃったんで、最近7、8、9、10、11話ぐらいは見たんですけども、このハイパーゼクターあたりのところちょっと忘れ、記憶が飛んじゃったので、こんな感じだったのかな。うん。すごいですね。ここにゼクトマークが見える。お！ここを、こうやったままだと、こんな、音が鳴るんですね。はい、ということで今日ご紹介したのはデラックスハイパーゼクターでした。チャンネル登録評価の方もお願いします。ではまた明日。